今緊急で動画を回しております。何があったかというとですね、ちょっと緊急事態が発生しまして、小中に、まあちょっと正直ね、いろいろありすぎて、そのうちの一つではあるんですけど、そのうちの一つでここですね、はい、この溝の中に、コインが落ちました。コインっていうのは、これです。はい、これなんですけど、これが落ちまして、実はちょっとまあちょっとまあ救出の様子を撮影しようかとも思ったんですけど、ちょっともう必死すぎてとりあえず早く救出したいなっていうことで、いろいろ試行錯誤しました。その試行錯誤を何をしたのかっていうのをちょっとお伝えしようかなと思って今動画を回しております。何したかっていうと、まずね、これなんとか、まあこれがなんとかその持ち上がらないかなと、なんとかしてこれが持ち上がらないかなと考えたんですよ。これビクともしないんですよ。これびっくりするぐらいビクともしなくて、でペンチがあったんで、ペンチでこう掴めばいけんじゃないか、まあビクともしないですよこれ、はい、これでまあビクともしなくて、で次何を考えたかっていうと、なんか粘着する何かで、ひっつけて引っ張り出せないかなって考えたんですよ。でガムテープあるじゃないですか、ガムテープをこのハサミの先にちょっと巻きつけて、こういう感じね。でこの隙間にはハサミがなんとか入るわけですよ。なんとかハサミのはこの隙間に入るので、ひっつけてやろうかと思ったんですけど、やってみたら全くひっつかないです。全くひっつかなくて、ちょ今やってみようか。これひっつくんかなこれあ、なんかうまいことつけたらつきそうやなこれ。なんかもしかしたらこれ頑張ればこう、あ、いったか、いけたかもしれん。もしかしたらこれでもいけたかもしれないんですけど、なんか焦ってて全然つかへんやんけってなって、中でちょっとね葉っぱがね落ちてるんで、中にこう葉っぱ、あ、ちょっとこれ危ないなこれなんかこの状態で今持ってることが怖いけど、葉っぱがあるんで、ちょっとふわふわした感じで、ちょっと多少回転はできたんですよ。多少回転はできたんで、まあ、もしかしたらこううまいことこの状態だったんで、これうまいことこう回転させてこうやってひっつけるっていうことが、まあもしできたらこれいけたんかもしれないですけど、で、まあ、結局これつかなかったんですよ。結局なんかずっとこうついてるだけの状態になってつかなくて、うわどうしようと思って、うわーと思って、ちょっと荷物漁って、なんかその割り箸みたいなやつがあれば、割り箸で挟んで引っ張り出せないかなと思ったんですよ。で漁って割り箸はなかったんですけど、割り箸はなかったんですけれども、実はこれがありました。爪楊枝がありまして、でとりあえず爪楊枝2本で、なんかその爪楊枝2本でで挟み込むようにして引っ張り出せないかなと思って考えて、ちょっと頑張ってここでこうやってたわけですよ。こうほんなら全く届かなかったです。全く届かなくて、いやー、まあどうしようかと考えた結果ですよ、ちょっとあることを思いつきまして、これ長さが足りないんだったら長くなればいいんだと思って、これ長くするにはどうするかっていうと、こうひっつけたんですよ。ここをこうテープで、ガムテープがあったんで、ガムテープを
大丈夫、うん、ガムテープをこうここに巻きつけてこう、うん、これでいいか、うん、あ、これこうしたら長さ伸びるやんけと思ったんですよ。で、まあ、ちょっともう作ったやつがあるんで、もう一本こう二つで、で挟み込んでやってやろうと思ったんですよ。そしたらこれ何が起こったかっていうと、今度ね、それうまく説明できるかわかんないですけど、この2本で挟み込もうとしたら、これがねもうなんかね全然掴めないんじゃない、くるくる回りよるんですよ。ここでなんかこうこれに沿ってこうくるくる回りよって、要はこの溝あるじゃないですか、溝にこうまっすぐ出さないとダメじゃないですか。これがこうくるくる回転してもらったら困るんですよ。くるくる回転してもらったら困って、いやじゃあどうするかと思って考えたんですけど、あのこっちじゃないなと、こっちじゃないなということで、いやこっちだと思ってこっちで挟み込んだんですよ。これ分かるかな、この爪楊枝のこの尖ってる方じゃなくて、こっちの尖ってない方を使ってこうやって挟み込めないかなと思ったら、ほら見てくださいよ、ちょっと落とすと怖いから、まあまあこの辺で。そうするとこうやって、あ、ちょ怖い、ちょっと待ってここで再現すると、ここでちょっと再現するとどこなら、ここなら映る、こう、いや無理、こうか、こういう感じ、あ、ちょ、まあ、要はまあこれで挟み込めたわけですよ。こうやってこっち側で掴めばこうやって挟み込めたんですよ、この状態ね、うん、でこの状態で角度はまっすぐ、この溝にまっすぐになるようにこう引っ張り出したんですよ。そしたら取れました。はい、以上です、とりあえずグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。